セカンドボール、またチャンスはありそうです。イノがボールをキープ、ポドルスキからイニエスタ、ポドルスキ前線にスルスルっと上がって、そのポドルスキーがパー、前半の13分過ぎ、イニエスタからポドルスキー、先制は神戸。さあ8試合ぶりの勝利に向けて、まずは元ドイツ代表から元スペイン代表へ、素晴らしいパス、そして素晴らしいシュート。そうですね、ここですよね、はい、もうイニエスタのこう創造性豊かなパスですよね、それに合わせて、ポドルスキー、ね、走り込んで優しい、もうシュートしてくださいっていうボールですよね、はい、ポドルスキーもね、決して後ろから来ることは簡単じゃないんですよ、はいはい、しっかりとミートしながらっていうボールを見ながらっていうシュートですよね、ジャンピングボレー、しかもコースも、はい、しっかりと強いシュートだけがこう入るわけじゃなくて、こう見ながらコースをきっちり狙ったシュートですね。さあイニエスタからポドルスキというホットライン、ポドルスキ